はい、資料庫チャンネルでございます。本日ご紹介する商品こちらです。ですね、カネイクさん監修のですね、明太子味焼きそば、札幌一番から発売されております。こちらですね、焼きそばですね、明太子の焼きそばなんですけども、これカネイクで書いてありますね。カネイクは手間暇を惜しむことなく、安心安全はもちろん、美味しい明太子を作り続けていますということで、カネイクの明太子ですね、これね。それとまあコラボレーションした焼きそばなんでしょうね。これね、ピリ辛ということで、まあね、明太子自体辛いですからね。あとなんかほんのり香るバター風味に、ピリッとした、唐辛子の辛さがアクセントの明太子味ということで、こちら2015年3月オープンの神戸、まだやってるのかな、これ明太パックちょっとよくわかんないんですけどね。これ買ったのちょっと前なんですね、これね。焼きそばってね、僕あんまり食べないんで、たまにしかちょっと食べないんでね、日が見た時にしか食べなかったのでね、ちょっと賞味期限も15年9月20日とちょっと迫ってますんで、もうそろそろ食べようかなと思ってデビューします。はい、というわけでね、中身の方開封して出来上がり次第ね、食べてみたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、お湯入れる前の状態です。明太子のね、なんか粒がね入ってたんですけど、いっちゃいましたね、下にあると思います。あとですね、これね、ソースと、こちらね、調味油ですね、こちらが付いておりますのでね。はい、まあできたらまたね、ソースとね、調味料かけて食べてみたいと思いますのでね、またその時にね、ちょっとね、味の感想など述べたいと思います。というわけでね、お湯かけて、こちらね、ソースかけました。このソースっていうのがね、これ明太子のもう赤いソースなんですね、これね。あと調味油ね、もうかけて、これまあ油みたいな感じなんですけど、これね、ちょっと混ぜてみたいと思います。こんな感じですね、これがソースらしいです。赤いです、ソースが明太子なんでしょうね。なんか混ざりが悪いな。うん、こうやってちょっとね、しっかり混ぜて、明太子ね、ちょっと小さいの出てきましたね。カネイクさんの明太子、なんか有名みたいですね。はい、僕もあまりね、ちょっと細かいことまでちょっとよくわかんないんですけど、まあ以前もね、カネイク監修のなんかラーメンだったかな、食べたんですけど、美味しかったですよね。はい、確か美味しかったはずですはずとか言ってたらダメですね、美味しかったです。じゃあちょっとね、いただいてみましょう。ちょっと雑ですね、雑ですけど、まあ男の料理ということでいただきます。いや、ちょっとなんかパスタっぽいですね、なんかね、明太子パスタみたいですね。いただきます。うん、書いてた通り、ほんのり香るバター風味、うん、します。でね、ちょっとピリッとしますね、明太子が。明太子となんか唐辛子のね、ピリッとした感じ、うん、これね、結構好みあると思いますよ。で、まあどちらかというと好きな人も多いんじゃないですか。うん、うん、焼きそばというよりパスタ、うん、焼きそばの麺でパスタ作った感じ、うん、そういう感じでなんかですね、焼きそばの麺でパスタ、うん、これだ、うん、よくあるじゃないですか、焼きそばの麺でね、パスタ作ってるやつ、もうこんな感じです、本当にイメージとしては、明太子パスタ風焼きそばですね。まずがないと美味しいです。うん。美味しいんですが、うん、やっぱり焼きそばは、焼きそばソースかなって感じします。はい。僕の感想としては。無理に明太子味する必要性ないんじゃないかなって。それだったらパスタにしてもいいんじゃないかってこう、思います。明太子パスタにすればいいんじゃないかなって。そうで、やっぱりソースの味かなというふうに思いました。はい、というわけでね、今回カネクさん監修のですね、札幌一番、ピリ辛明太子味焼きそばのレビューでした。はい、ありがとうございます。